はい、こんにちは。サックス大学の曽根和樹です。今日はですね、真ん中のオクターブキーを押したレがこもってしまう人のためにお話をしていきたいと思うんですけど、めちゃくちゃ理由は簡単なのですごく動画短くなってしまうと思うので、まあ最後まで聞いてよかったよっていう人だけでいいので、チャンネル登録といいねのボタンをお願いします。で、理由は簡単とは言ったんですけど、できるようになるのは結構練習が必要なので、そこはね頑張ってほしいんですけど、もうね結論から言ってしまうと口がきついんですよ。ちょっとね吹いてみたいと思います。こういう音になりませんか？これね、口がきついって言ったんですけど、正確に言うと顎ありますよね。この噛み合わせ、歯の噛み合わせ、この噛み合わせがきついんです。だから音がねこもったように聞こえるんですよ。これね、多くの先生がやっぱりね口を緩めてくださいって言うからすごい難しいんですよ。正確に言うと唇、こっちの口は緩めてはいけないんです。で、緩めないといけないのは顎なんですね。だから口を緩めてくださいってね、これ一個だけ言われると実はね、レっていい音が出なくなっちゃうんですよ、余計に。そうじゃなくて、ちゃんと唇、この口輪筋はしっかり締めて、顎だけを緩めて吹いてください。じゃあね、最初全部唇、顎きつい状態で吹きます。それでだんだん顎だけ緩めていきます。そうするとこもった音がいい音になっていくんですけど、ちょっとそういう感じで吹いてみたいと思います。どうですか？今2回目は最初からちゃんとした口で吹いたんですけど、1回目はさっき言ったようにだんだん顎を緩めてみました。これこもった音からいい音になりましたよね。これだけで実は解決します。で、真ん中のレの音程って高くなっちゃうじゃないですか。これもね、顎を緩めることによって解決するので、やり方としては超簡単なんですけど、実際にやるには結構練習が必要なので、そこら辺はね、頑張って練習してください。ということでね、詳しく説明したんですけど、まあやっぱ予想通り動画は超短くなっちゃったと思いますので、参考になりましたよっていう方は、よかったらチャンネル登録のボタンといいねのボタンを押しといていただけるととっても嬉しいです。ということで、さよなら。